離婚の経緯。私が結婚した翌年に両親が離婚したんだけど、その離婚に至る経緯が衝撃的だった。正直あれから20年以上経つ今も、私の中では完全には消化しきれていない。私の父は、いつの時代だよってぐらい男尊女卑の塊みたいな人だった。女は家政科にでも進学して卒業したら多少の社会勉強をし、早々に結婚して可能な限りの子供を産み育てるべきって、小さい頃から言われ続けてきた。女に学問はいらん、社会進出より家庭を守れって人。私は一人っ子なんだが、母のことも。一人しか産めないのは女としてはどうかと思うが、まあ一人でも産んだだけマシ。みたいなことを言ってて、私はそういう父が大っ嫌いで、なぜこんなのと結婚したのか母に聞いたことがあったが。別に好きで結婚したわけではない。見合いで条件が良かっただけ。って言っていて、結婚してこんな男だったって分かった時に別れようとは思わなかったのかと聞いたら、もう面倒くさかったから、と。母は父がどんな態度でいようと、柳に風って感じだった。そんな母のことも私には理解できず嫌悪感しかなくて、とにかく早く結婚して家を出て、この人たちから離れたかった。結婚して半年ほど経った頃、突然母から電話があって、これからお父さんに離婚の話するんだけど、あんたにも関係あることだから来なさい。って言われて、今さら？と思いつつドキドキしながら実家に行ったら、すでに父が母を殴った後だった。目の下を晴らした母は痛がりもせずに。私子、離婚したからって私の将来を面倒見てほしいとは思ってないから安心しなさい。それからこの男の面倒を見る義務もないから安心していいわよ。で、意味がわからないし、ただおろおろしていた私に。この男、あんたの父親じゃないから。で、私、托卵された子供だった。昔、結婚できなかった男性と、結婚翌年に再会してやけぼっくいになんとかだったそうな。その相手も今は離婚して、老後ぐらいは好きな人と暮らしたいんだとか。母は、私が一人しか産めなかったんじゃなくて、あんたに種がなかっただけ。と父に言い放って出て行った。その好きな男との間にできたという私には、あんたも好きに生きなさい。と言い残して、父のこめかみにはぶっとい青筋が浮いてて、このまま血管切れて倒れるんじゃないかと、うっかり心配してしまったぐらい、その時の父はこれまでに見たことのない険しさだった。そしてその険しさが引いた後は、抜け殻のようにおとなしくなった。本当に抜け殻という言葉がぴったり。そしてこんなこと、夫には恥ずかしくて話すこともできず、両親の離婚の事実だけ伝えた。あんなに嫌いだった父だけど、なんでかわかんないけど放っておけなくて、そんな義務もないのに心配で時々実家に様子見に行ったりしてた。母に対してはそれまで以上に嫌悪感がひどくて、一切連絡を取っていない。どこにいるのか今も知らない。多分調べれば簡単にわかるんだろうけど、知りたいとも思わない。父は仕事は不思議とちゃんと通勤していて、会社の様子は知らないけど、それから数年後に定年退職。一度だけ、無理してこなくていいんだぞ。って言われたことがあったけど、うん、嫌になったら来るのやめる、とだけ言って、でも結局月1ぐらいで通い続けた。退職して1年ぐらい経った頃に、初めて、飯でも食いに行くか？って言われて初めて回らないお寿司に連れて行ってもらった。その時に、これまでのこと、いろんなことを謝られた。涙ぐんでもいた。身から出たサビ、自業自得、とネガティブな言葉を何度も繰り返して。本当になんでかわからないんだけど、そんな姿を見るとかわいそうになっちゃって、もういいよって許してしまった。この時に夫にすべて話した。実の父じゃないので本当は面倒見る義理はないんだけど、放っておけないから今後も通うことを許してくださいって。そしたら、許せる気持ちになったんなら悔いのないようにすればいい。って言ってくれて、それからは父が心筋梗塞で亡くなるまで、夫や子供たちも普通に実家に通ってた。母が出ていく前と後、こんなに全く違う人間になるってあるんだろうかってぐらいに本当に別人だった。多分うちの子には、父は高校屋の印象しかないだろう。私が子供の頃、どんな風に言われてきたか話しても嘘だと思うだろう。どうせなら小さい頃からこんな風に父と過ごせていたらどんなにか。夫のおかげで、
後悔なく父を見送れたのは心から感謝している。しかし、今どこにいるかわからないラスボスのことを考えると憂鬱でもある。お願いだから二度と私の人生に関わってきてほしくない。多分あの人には父のような感情にはなれないと思う。これもなんでかわからないけど。遊びません。妊婦の姉がストーカー男に殴られた修羅場。当時俺は22歳。4個上の姉がおり、姉は大学時代知り合ったゼミ仲間の人と結婚して別居中。市内だからいつでも会える距離。その時姉は妊娠8ヶ月で明らかにお腹が大きかった。だがある日、姉が近くのスーパーに買い物に行こうと外出したところ、肩を叩かれて、何か落としたかなと思い振り向くと、50代くらいのおじさんで。こんにちは、お散歩ですか？よかったら遊びません。とおどおどした感じに言われたので怖くなって断ったところ。急に顔面を殴られて、倒れたところで姉は意識を失ったという。姉は病院に運ばれたと連絡があったので、姉の旦那さんとそのご両親、家族みんなで病院に向かったところ、姉もお腹の赤ちゃんも無事だった。たまたま通りかかった知らないおばちゃんたちが通報して、救急車呼んだとのことだった。姉が意識を失った後の話はというと、おじさんは意識を失った姉をお腹めがけて蹴ろうとしたら、たまたま通りかかったおばちゃんが、人殺し、と叫ぶと、死ねブス、と姉に唾を吐き捨てて逃げてったという。救急車もそのおばちゃんが呼んでくれたという。姉は無事に五体満足の元気な男の赤ちゃんを出産し、しばらくしてからおじさんは別件でだけど現行犯逮捕された。電車内で他の女子高生の目の前でもろ出してし、出たそうな。なんとそのおじさんは、姉の大学時代からのストーカー。電車で当時大学生の姉を見かけてお綺麗だなと一目惚れして、以降会うごとにナンパしていたという。結婚してから最近会わないと思いつつ、たまたま実家に帰ってきたところを見て、久々に見た姉はお腹が大きくなっていた。それでもお綺麗だったから今住んでるとこまで追跡してナンパしたが、何度もアプローチかけてるのに断りやがったとのことで、カッとなって暴行したという。そのおじさんは見た目内気そうで優しそうな、ごく普通の人だった。もちろんそのおじさんは、奥さんと俺と同じくらいの大学生の娘さんもいたが、娘くらいの人に執着とは恐ろしいと思った。姉は芸能人で例えると、やや前田敦子って感じで美人ってほどではないのに。俺も一度そのおっさんにナンパされてる姉に声かけたら、彼氏と間違えられたのか顔面殴られて逃げられたこともあるから、写真見た時どこかで身に覚えあるなと思った。おいっ子がもうすぐ小学校に入学するので、役落としか聞こ。オートロック。もう3、4年くらい前になるかな。その当時は県外の高校に進学したため、マンションで一人暮らししてたんだ。両親が、女の一人暮らしはセキュリティが大事だって言って、学生専用のオートロック付きマンションに住んでた。今考えたら私が底抜けのバカなんだけど、家の鍵の開け閉めが面倒くさいからと、鍵をかけずに出かけることがたびたびあったのね。エントランスはオートロックなんだし大丈夫だよねって感じで。その日も朝遅刻しそうだったのもあって、鍵開けっぱなしで学校へ。授業料受けて放課後は部活やって。部活終わりに友達と喋ってて、急遽友達ん家にお泊まりしに行くことに。じゃあ荷物取ってきて鍵もかけなきゃって、友達ととりあえず家に向かうことになったのね。家に着いてドアノブを回したら、ガチャってなって開かない。あれ？朝鍵かけ忘れてた気がするけど勘違いだった？と考えながらも鍵を開けて部屋に入ったんだ。そしたらなんか違和感。それぞれの家にはそれぞれの匂いってあるじゃん。入った時に自分の部屋とは違う匂いがしたんだよ。なんか変な胸騒ぎがして、あ、そういえば生理用品切れてたんだ。ちょいコンビニについてきて。って友達と部屋を出て急いでエレベーターで1階に降りて、マンションから出た。そこで友達に部屋で感じた違和感とかを話して、交番に行くことにしたんだ。自分たちだけで部屋に戻る勇気なかったし。交番で事情を話したら私の気のせいなだけかもしれないのに、おじさんおまわりさんが一緒に来てくれることに。気のせいなら気のせいで、何もなくてよかったねって話なんだからさ。って言ってすごく優しかった。
マンションに戻って家の前について鳥肌。廊下に私のスニーカーが片っぽ落っこちてたんだ。慌てて玄関から出て蹴り出しちゃったって雰囲気。もちろん私と友達が出た時にはなかったよ。おまわりさんが、僕が先に入って大丈夫かな？って言うからお願いして、おまわりさんは中で一通り不審者がいないか確認してくれた。誰もいないから安心してね。何かなくなってたりする？って聞かれて探してみたら、パンツが一枚とメモ帳が一冊なくなってた。おまわりさんが応援を呼んでくれて来るまでに、おまわりさんにいろいろ話を聞かれてたんだけど。でも家に入るのをやめて偉かったね。鍵がかかってたってことは、その時点ではまだ家に潜んでたんだろうからね。って言われて震えたね。廊下にスニーカーが蹴り出されてたのを見た時からそうかもと考えてたけど、実際言葉にして言われると一気に実感が湧いちゃったんだよね。あれ以来鍵のかけ忘れだけはしなくなったね。本当にバカだったと思う。あの出来事までは、まさか自分に起こるわけないでしょ。って感じで防犯に無関心すぎた。親がセキュリティって大事だからって言ってくるのも、うざーか保護かよ。って思ってたぐらいだったんだよね。とっさの判断力も大してないと思うけど、なんというか、匂いが違うってことがすごい怖かったんだ。侵入犯は半年後くらいに捕まったよ。警察とか友達に話聞いたら、いろんなマンションや戸建てに入り込んでたみたいで、侵入しようとしてるとこを近隣住民にとっ捕まったんだってさ。何が怖いって、犯人はうちの高校に通ってる女子生徒がいる家を狙ってやってたらしいんだけど。裏サイト？みたいなとこで売られてた各部の部員票、名前とか住所が書いてあるもの、を買って探してたんだと。そんなものを売るやつも買うやつもいるのかと怖かったわ。妊婦に見えた。朝からお腹の調子が悪く、会社の最寄り駅に着いた時がピークだったけれど、駅のトイレを利用するのは気が引けて、会社まで我慢しようとお腹を抑えながら歩いていた。ふと視界の端に、前から女性が来るのが見えたから壁際に寄ったんだけど、なんというか通路のど真ん中を歩いてくるというか、少しずつこちらに近づきながら歩いてる感じ。疑問に思いながら壁スレスレで歩いてると、すれ違いざまに拳でお腹を殴られた。何が起きたのかわからなくて振り返って唖然としてると、ごめんねー、と目を見開きながらニヤニヤ笑われた。驚きとショックと怖さと怒りといろんなものが混じり合って、何も言えないまま立ち去ることしかできなかった。会社についてトイレでちょっと泣いた。その日の仕事終わりに駅員さんに言いに行ったけど、殴られた場所が駅ビルの中だから管轄外で、なおかつ監視カメラもついてない場所で、目撃者もいないから泣き寝入りするしかなかった。駅員さん曰く、ワンピースを着ていたから妊婦に見えて殴ったんじゃないか、と。確かにワンピースでお腹に手を当てながら歩いていたから、妊婦に見えなくもないけど、それにしたって怖いなぁと思った。未だに忘れられないし、今後妊娠することがあったら本当に気をつけようと思う。踊り続ける子。どっかにも書いた気がするけど、小学生の時、夏休みに両親が出かけた後、すぐにチャイムを連打された。てっきり忘れ物を取りに来たのかと、扉を開けるも誰もいない。おかしいなと思いつつ少し身を乗り出して外を確認すると、3メートル先くらいにリュックを背負った男の子がいた。後ろを向いていたその子は、目が合うとなぜか一目散に走ってきた。独特の風貌と、よだれを垂らした口元に、あ、これやばいやつだ、と思ったが、扉を閉める間もなく家に押し入られた。自分も背は高い方だが、向こうの方が背が高く、ここは君の家じゃないよ、と言って押し返したが、無理やり入られた。そのまま近くの部屋に入ると、ぐるぐると踊っていた。部屋で踊り続けるその子にどう対応していいかわからず、その日遊ぶ予定だった友達を呼んで作戦会議。とりあえず小学校に電話したが繋がらず、近くのコミュニティセンターに電話したら、すぐ対応してくれた。どうやら最近引っ越してきたばかりだったらしく、車を駐車した隙に勝手に歩いてしまい迷ってしまったらしい。警察に捜索願いが出ていて、すぐに父親が迎えに来て引きずって帰っていった。家に押し入ってきた時に、ちゃんと玄関で靴を脱いでカバンを下ろしてたのが衝撃だった。しつけはちゃんとされてたのかな？
浮気している。私が高校生だった頃、もう10年以上の前の話。当時住んでいたマンションの2階上に A さんという一家がいて、私より一つ年上の女の子がいたこともあり、家族ぐるみで仲良くしていた。母親の話によると、ある日 A さんの家に、あなたの旦那さんが浮気をしている、という内容の電話がかかってきたらしい。それを間に受けた A 奥さん、探偵を雇って旦那の動向を調べたらしいのだが、浮気の事実など全く出てこない。実際、A 旦那は頭髪の寂しい気弱そうな痩せた子男で、誰が見ても浮気するような性質の男ではなかったと思う。相談を受けていた私の母親も、そんな電話はただのいたずらだから気にするのはやめなさいと言ったそうだが、A 奥さんはノイローゼみたいになり、一度や二度回の調査では事実はわからないかもしれない、と違う探偵社に何回も依頼。しかし結局、浮気の事実はなし。そのうちに、A 奥さんの言動がだんだんおかしくなってきた。いわく、先日、夫婦喧嘩した時に主人が怒って、何千万円もする柿右衛門の茶碗を割ってしまった。と、おいおい泣いて訴えたり。うちの母が A 旦那に問いただすと、そんな高価なものがうちなんかにあるわけないでしょう、との返事。このマンションには主婦バイツの組織がある。などと近所の交番に駆け込んだり、この時はうちの母親に警察から電話がかかってきて大変だった、など。A 奥さん、ちょっと神経質で口うるさいところもあったけど、元は全然普通の人だったのに、しまいには私が道で会って挨拶しても上の空で、目が行ってる感じですごく怖かった。そして結局、マンションから引っ越していったのだけど、その1ヶ月後くらいに、A 奥さんの死亡を、娘が泣きながら知らせてきた。精神科にかかって薬を投与していたが、その副作用で血が止まりにくくなったり、それを抑えるための薬を飲ませたり、と結局、薬漬けで死んでしまったらしい。人間っていたずら電話一本がきっかけで死んでしまうんだ、と激しく衝撃だった。当時、私は高一でよくわからないことも多かったけど、最初の浮気云々の電話だけは、本当にかかってきたみたいでした。ただこの A 奥さん、最後まで旦那さんを信じられなかったらしく、しまいには暴れて家の中をめちゃくちゃにしたり、電話線をハサミで切ったりして、すごかったらしい。それでいきなりヒステリーの発作みたいにぶっ倒れて病院に運ばれたため、A さん家の娘を家で預かったこともありました。私の部屋で一緒に寝たりしたけど、不安そうで本当にかわいそうだった。ただのいたずら電話だったのか、それとも誰かから恨まれていたゆえなのか。今となっては知る由もないけど、いろんな意味で怖い出来事でした。